扇風機ってさ、名前が微妙だと思ったことない？なんで？だって扇風を起こす機械だよ。でも扇風じゃないじゃん。扇風って漢字違うじゃん。あ、そう。扇風の扇って仰ぐだったっけ？扇風。じゃあ俺はあの、もっとワンランク上の字の違う扇風機を開発するよ。カチャってたらブヨーンって感じで部屋が綺麗になりますとかさ、すごいよ。使い方の説明書見たら、まず部屋中の家中のドアを全部開けてください。で、真ん中に置くでしょ。その扇風機はちゃんと一応首振るのね。で、首の方向から全部物がバーって部屋なく出るので、部屋の外で見てるとなんか窓がいっぱい出てくるの。あ、女の子が出てきたとかってさ、部屋の家の周りに今まで家の中にあったものがどんどんうずたかく積もっていって、終わったよって言われて入ると、なんか何もねえの。真ん中に忽然と扇風機が回ってるわけ。それ大変だ、ね、すっごく便利でしょ。便利かな、うん、だって部屋片付けの手間が省けるじゃん。いや、手間が増えるんでしょ。増えるかダメか。いや、特許したらでいい金になるかと思ったんだけどな。